大井競馬場、大井競馬場、大井競馬場、おひイイスコースは、東京都品川区勝島にある、地方競馬の競馬場である。愛称は、東京シティ競馬、TCK。スパット4カメ。施設所有者は、東京都競馬株式会社。競馬の指向者は、特別区競馬組合で、浦和競馬場、埼玉県埼玉市、船橋競馬場、千葉県船橋市。 川崎競馬場、神奈川県川崎市とともに、南関東公営競馬を構成する。1950年、昭和25年5月に開場。同年8月には、特別区に対し競馬開催が認可され、10月に設立された特別区競馬組合により、11月に第1回区営競馬が開催された。敷地内には1954年から、 大井オートレース場も併設していたが、大井オートレース場は1973年に廃止された。かつては特別区の他に東京都も競馬を主催していたが、1973年昭和48年に都営競馬が廃止され、現在は特別区のみが主催している。現在の日本の競馬では一般的となっているゴール写真判定。 枠別の防食、スターティングゲート、パトロールフィルム制度はいずれも大井競馬場が初めて採用した。また、拡大は番号連勝複式勝馬投票法、ワイドも大井競馬場が日本で最初に発売開始した。1995年、平成7年8月にはサンターニタパーク競馬場と有効交流提携に調印。大井競馬場では、 サンターニタトロフィー、サンターニタパーク競馬場では1996年3月に東京シティカップが行われている。平坦な右回りの砂、ダートコース。第3コーナーから第4コーナーにかけて、内回りと外回りの2コースが存在し、現在は1500メートル1600メートルのみ、内回りを使用する。本馬場内側には、調教用の練習馬場。 一周千五百メートル、福音十五メートルも設けられている。このうち二千四百メートルは東京記念、二千六百メートルは金牌でのみ使用する。二千六百メートルについては、かつては大い記念でのみ使用していたが、大い記念を帝王賞トライアル競争に指定するために2014年から2015にかけて金牌と距離を入れ替えた。過去には、 外回りで 2500m、2800m、3000m、内回りで 1000m、1200m、1800m の距離設定もあったが、2016年4月現在ではすべて設定がない。大井競馬場では3月下旬から12月上旬のアイダトゥインクルレースとしてナイター競馬が施行されている。2010年は、 蒸気の期間に加え12月24日25日の2日間もナイター競馬が施行された。2012年も蒸気期間に加え12月27日28日に年忘れカウントダウントゥインクルとしてナイター競馬が施行された。2013年4月現在ナイター期間中における 最終競争発送予定時刻は20時50分で、全国の公営競技場の中でも川崎競馬場、及び高知競馬場と並んで、日本で最も遅い、内高知競馬場は2012年12月24日まで20時55分に設定されていて、また、大井競馬場でも2002年8月から2006年3月まで同じく20時55分の設定となっていた。また、 年末開催では、白母競争、プチトゥインクルを実施している。競馬開催時の入場料は100円。勝馬投票券発売開始時刻12時、大井競馬場、各場外、在宅投票共通。なお重症競争前日、開催日に限るにおいて、当該競争の前日発売を実施する。発売場では、同時刻に前日発売を開始する。 ただしスパット4等の在宅投票システムでは前日、発売は行わない。大井競馬場開門予定時刻14時40分、ただし12レース制が取られる日など、第一競争の発送予定時刻が15時20分より、前になる場合は開門時刻はその40分前となる。最終競争発送予定時刻20時50分、ただし、 地方競馬 iPad 対応に伴い20時40分となる場合がある。客中参照。2011年は3月28日からの予定だったが、東日本大震災の影響により3月28日から4月1日までの開催は中止。4月18日から4月22日までは、電力事情を踏まえて昼間開催。同時期、川崎競馬場も昼間開催。かつ、 レース数を制限となったため、5月9日から12月2日までの13開催、71日間となる。また2014年と2018年には、浦和競馬場との2限リレー開催を実施、浦和は基本ピルマ開催。大井はナイターした。旧車は競馬場内と小林牧場、千葉県印西市にある。現在のスタンドは L ウィング。 G フロント4号スタンドの3つからなる。正門2階には万永競馬、北海道競馬、名古屋競馬場、2005年10月17日からの場外発売を行う、ふるさとコーナーが2003年7月26日から設置されている、工日、開園制の TCK カードを発行し、来場ポイントに応じて、抽選で景品がもらえるサービスも行っている。 以下は2018年度試行の重賞、競争名の後に付く重賞名は、その準重賞がトライアル競争として指定されている。なお、準重賞の正式名称は、すべて、西暦の下二桁、レース名となる。サラ系の競争の未記載、参考資料、TCK 公式サイト内、TCK レコード1970年代のアイドルホース配成功のデビュー地であり、 大井競馬では6戦六勝、十勝章、章西雲賞も含む。死去後に、西雲賞は、廃成功記念と改称し、合わせて、馬像が作成され、大井競馬場の場内に設置されている。他に、中山競馬場、ニーカップ町。また廃成功以外の大井競馬場に所属し、活躍した名馬を称えて、以下の14頭14枚のレリーフが、大井競馬場内に飾られている。 地上波のテレビ中継は東京 MX 地上デジタル放送第2チャンネルワンセグが開局から行っている。またスカパーの南関東地方競馬チャンネル CH120CH678 では全レースを放送している CH120 は標準画質から HD 放送への移行に伴い2014年5月31日を もって、放送終了。詳細は、東京シティ競馬中継を参照。2012年4月からは、ダートグレード競争。同年10月以降は、ほとんどの重症競争については、グリーンチャンネルでも放送されている。詳細は、グリーンチャンネル地方競馬中継を参照。正門二階に設置されている、ふるさとコーナーでは、バンエイ競馬、帯広競馬場、北海道競馬、 紋別競馬場、名古屋競馬、名古屋競馬場の場外発売を行っている。発売日は、帯広、紋別、名古屋の開催が、多い本場、または、南関東場外の発売日と重なる時になる。ただし多い、南関東、または発売場をいずれかが、ナイター時間帯の場合は、12時頃以降のレースから、多い、南関東の開催時間いっぱいまでの発売となる。 なお払い戻しは、以前は、ふるさとコーナー専用払い戻し機のみであったが、現在は、大井競馬場のすべての払い戻し機及び、一部を除く、全国の地方競馬場、場外発売所で受けられる。2013年4月7日より、L ウィングにおいて、日本中央競馬会からの委託により、J プレイス大いとして、JRA の馬券を発売する。 ただし発売は、大井本場開催日の日曜祝日で12時頃以降のレースのみとな。払い戻しは、大井のほか全国の J プレイス施設、ふと後楽園、ふと塩止めで可能。2015年11月1日に新スタンド G フロントが竣工したのに伴い、大井以外で南関東の地方競馬が施行される日の場外発売を、ふと大井、オフと大井として、 11月9日より運用を開始することになった。通常開催日は3000円の入場料となっている。3F プライムシートが500円、2F のビクトリーシートは開催日1000円のところを無料で開放する。また多場場外発売実施日などを中心にトークショーなどのイベントも予定している。大井競馬場では馬券を9種類発売しており、これは中央、地方を通じて最も多い。 発売、発売なし、各地で場外発売を行っており、地方競馬としては幅広く展開している。特に記述のない発売所では、大井競馬場のほか、浦和競馬場、川崎競馬場、船橋競馬場の場外発売も行っている。詳細は場外勝馬投票券発売所、地方競馬の場外勝馬投票券発売所や、 南関東4競馬場共同サイト内の場外発売案内ページを参照。いずれも廃止された旧新潟県競馬から引き継いだ施設。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。